こんにちは、無法です。今日は6月9日です。安泰寺では何日か前に梅雨入りをして、この時期は、田んぼで田車を押す作業が多いんです。安泰寺では除草剤を使わないので田車を押すことによって、除草をしてます。今日もみんなは、せっせと田んぼで田車作業をしております。今日は、今月の、講演の告知をしたいと思います。明日10日は、大阪、そして来週17日は名古屋、18日は、東京、19日は新潟、そして20日は再び東京の方で講演をします。23、24は、地元の浜坂、そして25日は京都府宮津の知見寺で講演をします。安泰寺は兵庫県なので一応関西ですけれども、あまり京阪神方面で、講演をさせていただく機会はないです。明日の、大阪の、講演の後は今度は9月の彼岸の時に芦屋の仏教会館のところで使ってますけれども、もし京阪神方面の方々が、私の講演を一度お聞きしたいと思ったならば明日がチャンスです。おそらくまだ、席は空いてるんじゃないかと思います。場所は中之島の朝日カルチャーセンター。テーマは般若心経。ありふれたテーマといえばそうですけれども、それを私自身に引きつけて説明して皆さんと読みたいと思います。昼前に般若心経の講義があって午後には椅子座禅を行います。そして来週17日の日曜日の、名古屋も、講義と椅子座禅が、それぞれあるんですけれども、講義の方は、ネルケさんにいろいろ聞きたいことをぶつけて私が答えるという今まで一度もやったことのない、企画ですけれども、参加されたい方は、参加する前に私に聞きたいことを、朝日カルチャーセンターにお渡ししていただいて、私が、それに答えるという形で、17日名古屋の朝日カルチャーセンターで、やります。その日の午後はやはり椅子座禅もあります。ですから名古屋、にお住まいの方はぜひ、おそらく今年は名古屋はこの1回だけなので、ぜひいらしていただければと思います。18日月曜日の夕方、7時から9時まで2時間は、サンガクラブという、ところ、神保町です。2時間120分で読む仏教書ということで、正法眼蔵随聞記について、話をします。なぜ私が正法眼蔵随聞記を、選んだかというと、正法眼蔵は日本ではもちろん有名ですし世界的にも有名ですけれども、それに比べると随聞記はそれほど有名ではない。ところが実践者ならばむしろこの随聞記の方が、毎日の生活に響く言葉が多いんじゃないかと思います。正法眼蔵は非常に言葉も美しいんですし哲学的に深い内容が含まれてますけれども、
ああも読める、こう読め、も読める、道元禅師は一体何が言いたかったかというところも多くて、随文句の場合はそうではないですね。ストレート、ストレートに受け止めてよい。もう道元禅師が直球を投げ続けているのは随文句です。今回、まあ2時間があるわけですから、いろんな話ができたらと思ってますけれども、一つのテーマは師弟関係、師匠と弟子の関係、それについて、随文記の中で非常にうるさく言われるんですけれども、道元禅師ご自身が師匠とどういう関係にいたかということも少し、考えたいと思っております。もう一つ、テーマになってくるであろうことは戒律ですね。日本仏教は、まあ、戒律はルーズだとよく言われますけれども、随文記の中でもこの戒律について、道元禅師は、まあ、興味深いことを、言われます。はい、これはまあ18日の、夕方、東京で行います。そして19日の夜は新潟県長岡市の広告寺で2時間話があって、次の朝20日の朝もう一回座禅と話が、あります。どういうわけか、最近新潟に呼ばれることが、多いんですね。去年も三条市に呼ばれましたし、その前は南越、でしたか、山形県に呼ばれた時はあの新潟から村、上市などから参加者も多かったんですね。新潟は私の中では非常にまあ信仰が厚いのか、よく、信仰の厚い地域のためなのか、よく、最近呼ばれているわけです。今度、6月はこの長岡の広告寺で、2回、話をさせていただくんですが、10月は、4、5、6ですか、2泊3日で今度また呼ばれます。当初は5回の講演をさせていただく予定だったんですが、4回。になりました。巡回仏教講演会と称して4箇所回って、4回も90分ほど、話をさせていただく、1日2回も喋る日もあります。かなりハードです。こういう企画もなかなか、特に禅宗ではないんじゃないかと思いますね。浄土真宗ならよく永代供養とか法音講の時に一人の講師が一日数回、それも数日続けてする、そういうことがあるらしいですが、禅宗ではあまりないけれども、まあ、今度、10月も、やはり新潟でさせていただくことになりました。今月は、19日の夕方と20日の朝、新潟、長岡市は初めて行くので、おそらく19日の夕方は、いつもするような話、つまり私が、座禅とであって、どうして日本に渡ろう、禅僧になろうと思ったのか、安泰寺に入門して、師匠から学んだことなど、そういう話が中心になってくるじゃないかと思います。20日の朝は、まあ、前の日の反応を見て、また何を話すかを考えようと思います。そしてその日、20日の日のうちに、また東京に戻って、今年は3回、だけ、行ってますけれども、日本橋に、キャンディというスリランカ料理店があります。そこに、3回、藤田一生さん
私のあんたりの先輩と対談をしています。前回は4月でしたが、4月はセックス、性について、仏教と性について話をして、今回はお金、マネーですね。セックス and マネーということで石長さんと話し合う予定です。10月、秋には3回目は死についてお話をする予定です。前回は私的にはもっと突っ込んで、それぞれ自分の問題としての性も語りたかったんですが、途中で石長さんに止められて、おそらく石長さん的には、公で話せないことも多いんでしょうか。彼は総統省宗務長という看板を背負っているので、今回お金について、どこまで自分たちのことを棚に上げないで話せるかどうか分かりませんが、宙に浮いた話ではなく、なるべく、自分の問題として話せたらと思っております。これは20日の午後です。まあ、みんなリンクはこの下に、貼ろうと思います。アンタイジのホームページでも、イベントのページでご覧になっていただけます。23日24日は地元の西光寺という浄土真宗のお寺で、永代経でお世話になります。本来なら、まあ、浄土真宗の先生が、話すべきでしょうけれども、なぜか、まあ、禅宗の私が、お世話に、なっております。やはり真宗では、1回ではなく1日数回、まあ、今回は1泊2日お世話になって3回ほど、お話をさせていただくんですが、以前4回話をさせられた時もあります。今回3回目ですから、おそらく最高時ではもう10回以上話をしたことに、なると思います。もちろん毎回毎回同じ話はできないので、かなり、まあ、私にとってチャレンジですね。相手も禅宗ではなく、他力本願の門徒さんなので、そういう方々が聞いても納得のできる話をしようかと思います。場所は、浄土真宗のお寺ですけれども、誰でも自由に、参加できる、ですから、もしこの新温泉町の近くにお住まいの方ならば、23、24の、土日ですか、土曜日の午後の早い時間と夕方、そして日曜日の午前中にそれぞれ話があります。25日はこれは毎月やってますが、宮園智源寺で弁道話の講義の続きが、あります。今度の講演、みんなそれぞれ違うテーマですが、よく、まあ、言われるのは、ネルケさんにしかできない話をしてほしい。まあ、あの本の出版社もそう言われますし、メディアの方々も、取材の時に、要するに青い目の禅僧という肩書きを生かしてほしいということだと思いますね。こういう講演の取材者にもたまにはそう言われるんですね。日本のお坊さんができないような、ドイツ出身の目の青い禅僧だからこそできる話をしてほしい。でそのご注文はよくわかるんですけれども、そして今まで、それに、まあ、答える
ため、キリスト教と仏教の比較をしてみたり、いろいろ、やってきましたし、おそらくこれからもおのずとそういう私だからこそ出てくる、話もあるかと思いますけれども、どちらかといえば私は青い目の前奏だからこそできる話というよりも、誰にとっても問題であり、誰にとっても関心を持てる話がしたいわけですね。ですから逆に言えば、青い目の前奏でなくても、こういう読み方があるんではないかと、青い目の前奏でなくてもこういう見方があってもいいんじゃないかというのが私の狙いですね。私は逆に、ああなるほど、目の青い前奏ならばこういう考えするのかという受け止め方をされるのは、私としてはあんまり、まあ、面白くないですね。目が青くたって見える世界が青いわけではないので、皆さんが見ている世界と全く同じ世界、まあ、同じかどうか全くわからないんですけれども、私に見えているこの世界はもうごく当たり前の世界なので、別に変わった、例えば今度般若心経の読み方にしたって、正法眼蔵の随文記の読み方にしたって、目の青い前奏の一味変わった読み方をあえてしたいわけではない。おのずとちょっと違う読み方になるかもしれないけれども、それをあえて狙ってはいない。むしろよくよく読めば当然こういう読み方になるんじゃないかと、そういう読み方をしたいと思いますね。ですから今回のテーマもそれぞれ別に、青い目の前奏でなくてもできる内容ですね。般若心経にしたって、随文記にしたって、藤田一生さんとの対談にしたって、当たり前に考えてみたいと思っております。はい、今月の講演は以上です。ご縁がありましたらぜひ、そのいずれかにいらしていただければと思います。詳しい情報はこの下に、貼っておこうと、思いますので、よろしくお願いいたします。